あれだけ安全対策をね、いろんな部位があって、それを全部棚上げにしたままね、見切り発車、ね、今日橋本さんがやっぱり脱原発ということを提案しているようですけれども、それについてはどんなふうにお考えですか。まあ、正直、ちょっと分かりませんね。この夏の電力需給の安定に向け、供給力の確保に全力を尽くしているところであり、6月16日には、大井発電所3号機、4号機について、国から再稼働のご判断を賜りました。しかしながら、電力需給の見通しは依然として厳しいことから、この夏もお客様に節電へのご協力を賜りたいと考えております。株主の皆様やお客様には大変なご心配とご不便、ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。まあ、その一番重要な使用済み核燃料の問題と、それから国策で原発依存度を下げていこうっていう、そういう流れになったときに、この電力事業をどういうふうにするのかっていう、この重大な2点について答えられなかったんですからね。僕は細かな数字とか後で会社に戻らないと調べられないような、そんな事実について聞いたわけではないですから、もう経営者としてどう考えて経営してるのかっていうことは、もう経営陣誰でもそれははっきりと言えなきゃいけないような大きな認識ですからね。それについても2点について両方とも答えをいただけなかったということですから、まあ、非常に残念であると同時に、非常にやっぱり電力会社の経営陣というものは危ういですよ。そのリスクについての対応策を全く考えてないです。もうだから今までやってきたことをそのままやればいいというね、まあ、極めて行政的な感覚なんでしょうね。今までやってきたことで、今までやってきたことをそのまま続けるのが一番いいんだっていうね、本当に時代の転換期に衰退産業と成長産業にこう分かれたこの分水嶺の今ちょうどこの時期であってね、やっぱり電力会社の事業主としては選択肢をいくつも持って、時代が変わる、流れが変わった時にもきちんと対応できるような、そういう経営陣じゃないと本当にこれ大変なことになりますね。